にちは、メイです。前回はエイブルシスターズ周辺を作ったので、今回は時計塔を作っていきます。時計塔をどうやって作るのか気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日の作業現場へ行きましょう。本日の作業現場は大変散らかっている場所が多いので、かなりお見汚しシーンが多いかと思います。自宅裏に町を作った時に設置した階段のところからその奥を作っていきます。マップで言うとこの辺り、かなり広めですが大胆な土地使いをしていきます。まずは階段近くの場所の土地を高くしていきます。縦10マス、横10マスくらいです。事前に目印で雑草も生やしておきました。寸前の記憶がなくなる自分への目印ですね。ここでまたお知らせタイムです。なんと大変ありがたいことに8万人の方がチャンネル登録をしてくださいました。本当に本当にありがとうございます。いつも動画を見てくださる皆様方のおかげです。目標の登録者数10万人まであと少しなので、まだチャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして2つ目のお知らせです。前回の動画で歯車の装置と鉄のフィックスはしごのレシピが2年間見つからないと嘆いていたところ、お声掛けくださった優しい方のおかげで無事にレシピを覚えることができました。ずっと探していたので感極まってしまいましたね。本当にありがとうございます。なので今回は念願の歯車の装置を使っていきます。縦長の土地ができました。いつも四角の土地を作っていますね。マイデザインを貼っていきます。こちら側は時計塔が遠くから見える場所にしていきます。中世の街並みを建て、街と道の間をしっかりと区切ります。今回も得意のハリボテ建築です。角に合わせてギザギザになるように置きます。いい感じの複雑そうな見た目です。マイデザインの続きを敷いていきます。レンガの道をまっすぐに敷いた後、角まで行ったら左に曲がらせます。普通の直角の道ですね。この後建てる時計塔を眺めるだけのためにこの道は作っています。道が全部敷けたら道の端に草を敷いていきます。グレーのレンガは何も邪魔をしないけど、シンプルになりすぎたりするので私の中で草は必須アイテムです。こんな感じで敷きました。本物の木や草を生やしていきます。奥から作っていきます。ここは後に小さな公園を作ろうと思っています。今回はそのための下準備ですね。道と公園の間に木とか植えてあったらそれっぽいだろうという安直な考えで作っています。なので今シーズン史上最大の植林をします。右側の道に行くにつれて背が低くなるように木のサイズを調整しています。内側に針葉樹の最大サイズ、外側に広葉樹の L サイズ、間に島とネリコ。あまりに道側に大きなサイズが来てしまうと道が隠れたりいい感じにならないことが名統計ではあるので、モリモリにする時も道側は気持ち小さめを意識しています。並木道は別ですけどね。人それぞれいろいろとやり方はあるので、自分がいいと思ったら何でもいいんですけどね。そういう世界です。好きなように楽しく自己満足でやっていきます。木の根元はマイデザインの境目が結構出てしまうので麦畑を置いていきます。先ほど草を敷いたところにハロウィンな柵を立てます。この柵尖っていて落下させない意志強めで好きなんですよね。ガーデンベンチを置いて道幅を狭く、犬は放し飼いです。時計塔を眺めるだけの道ができました。ベンチからは見えません。次はこの風景の先に時計塔を作っていきます。時計塔は崖を3段作っていきます。時計塔につながる道もついでに作るので横長です。あまりに左側が汚かったのでモザイク処理をしておきました。花系ってシャラチンするの結構大変なので面倒なんですよね。珍しい色の花とかは増やすのが大変ってこともあり、処理に心の準備も必要です。今度この辺りをちゃんとシャラチンにしておきます。ちなみにここは常吉ビーチの真ん前ですね。ウータが一生テント暮らしなので、ここに怪しい漁船がやってくることはありません。3段目を作っていきます。時計塔は横4マス、縦4マスですが余分に作って家具をちゃんと置けるようにしていきます。怪しい漁船やサギの狐がやってこないのでストロン島は平和そのものです。ついに時計塔の飾り付けをしていきます。最前列は全て後ろ向きに時計で挟みます。時計塔にしても小さめの時計柱で挟みます。ついに出ました歯車の装置、大きな文字盤の代わりです。パイプオルガンで蓋をします。余分な崖は崩しておきます。
3段目はこんな感じ。いい感じです。2段目はお城の壁、ちょっとずつ塔っぽくなってきました。1段目はマイデザインを敷いた後、中世の街並みを3つ置いていきます。真下から見るとこんな感じになりました。ちょっと場所が悪いですね。時計塔の存在感を出すために隣の崖の手前を1マス削ります。その代わり後ろ側を2マス増やします。後で家具を置くためにマイデザインを敷いていきます。モザイクがあると余計に気になりますね。ここは大きな運河にするので桟橋のマイデザインなどを敷きます。こちらは水路のマイデザインです。すべてを水路にする時間がやってまいりました。先ほど作った道から時計塔の崖まですべて水のマイデザインで埋めていきます。案内所側の水路ともつなげていきます。崖側は横にレンガがついたものを敷いて、あとは適当に写真に写りそうなところだけ敷きます。不穏な雰囲気が漂う運河ができました。雨が降りそうなので時を変えます。次は時計塔横を仕上げていきます。石造りのキッチンを黒にリメイクしたものを後ろ向きに崖へずらっと並べていきます。苔のついたものとかなり悩んでシックな黒に。黒は小さく遠く見えるので他の色より私の中で若干有利に働きましたね。時計がうまく見えていないのでもう少し整備していきます。カントリーのクロゼットが時計を隠していたのでそれをしまってあとは戻します。ついでに西部の街並みで1段目とのつながりを強化していきます。ちゃんと時計が見えるようになりました。円形メインの場合はクローゼットをつけず、近場で見るならあった方が良さそうですね。運河たらしめるためにヨットを置きます。何も置かなかったら川でもいいですよね。真っ白で鯉を置くための水門、ヨットに引かれないように注意してほしいですね。これで全て完成です。大きな水路に浮かぶ時計塔ができました。円形にある時計塔のクリエイトはいかがだったでしょうか。久々に水浸しだなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。You.